たらそこには素敵な家がありました。一歩踏み込んでドアを開けて知らない顔が5つありました。今からみんなと暮らすのかってもういなかった。外の景色を眺めてた。全然信じられなくて毎回強がって人に合わせ続けた。それから見直して何度も繰り返して、本当の自分になれたよ。見上げたらそこには素敵なアートがありました。瞳が綺麗で笑顔が好きで、その想像力に見とれました。今からその子を誘おうかって思いながら、言いたいこと必死に考えてた。勇気を出して光をかけて同じ世界を見てみた。それから見直して何度も考えて正直になったよ。たくさん経験して同じ時間を過ごした。感謝がしたくてありがとうが言いたくて、物語は続くよ。